総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹の定まし勝負。制限時間7時間、投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。サイフセブンカー第32回大会の出場者は足のぎちん、あなたのチェロス、カブトムシゆかり、シオネ、ジマーケ、シルビー、トラマッスル、そして第31回大会の覇者、ディフェンディングチャンピオン、シュンクゾウ。以上の8名が真剣バトルを繰り広げた本トーナメント。激戦を勝ち抜き、栄えある決勝の舞台へと駒を進めたのは、狂気のヒップホッパー、あなたのチェロス、金返せ、足のぎちん。フェラガモテ、おい、あなたのチェロスです。サイトセブンカッパーとして生きていく覚悟を決め、ついに決勝へ上がることができ、ね、今日は重要な一戦となると思います。今日はね、あの対戦相手足荻仁君っていうですね、まあ、僕今日初めて、一緒に実戦やるんですよね。まあ、あの今ねアメリカでは大谷翔平フィーバーでね、もう大人気ですわ。でまあね、アメリカ人は口々にこう言うそうです。こんな人見たことないと僕からするとね、足荻仁君もこんな見た目の人見たことない、唯一無二の人類だと思ってます。ああいう男はね、おそらくねパチンコでもちょっとね常人離れした何かを見せると思いますんで、最後まで気を抜くことなく、ついに優勝をねもぎ取れるように、もう今回負けたら俺決勝6連敗ですからね、もうさすがにそれはないように、今日はいつも以上に気合い入れてやってきます。やってやる。おはようございます、パチンコゴリゴマガジンの足荻仁でございます。初戦ですね、春駆動さんを倒し、2戦目に、虫を倒し、3戦目決勝戦ということで、憧れの人でありますあなたのチェロさんということでございますけどもね、私、何回も言っております通り、サイドセブンカップ20連覇を目指しておりますので、ここは負けられない一戦となっております。今日ね朝方、山ちゃんマンマーに今日決勝戦ですよという連絡をしましたらですね、賞金返済してねっていう連絡が来ましたので、賞金返済っていうのはなかなか、ない日本語ではないかなと思ったりもしているわけなんですございますけども、人気者、なんとかね今日は勝って10万円ゲットして帰りたいと思います。応援してね。ブタール今回戦いの舞台となるのは東京都港区のゴードン品川店。JR 品川駅高輪口より徒歩30秒のところにあります。パチンコの設置台数は350台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。サイチセブンカー決勝戦結果、決勝戦、いや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 、どうかね。俺ね最近ね一騎当選サバイバルソルジャーがお気に入りでして、一騎当選のシリーズ3作目、設置台数は5台です。これいきなりだけどキープしようかなちょっとまずこいつ抑えてちょっと店内を見ましょう。おはようございます。おはようございます。さあ決勝戦でございます。武装を見て、あとまあここ多分花のケージ、新花のケージ2が台数多いんで、この無双を見終わったらちょっとケージ見ます。よし、天竜を見に行こう。天竜を、俺の天竜を、めっちゃ当たっとるやん前日。マジ大のお気に入り天竜が好印象、一気にテンションが上がるチェロス。ちなみに設置台数は2台です。これはでも優秀ですよ、こんだけ
当たってれば。あ、結構日によって違うな。あ、なんかでもここ数日いいな。この辺から良くなった感じかな。急に良くなってる感じありますね。寝かせが変わった可能性がちょっとありますね。こっちはどうだろう。57個入って3回、117個入って5回。あ、こっちもいい。要は当たっとるね。ただな、あの一気当選もいいんだよな、あれ。いや、こっちからだな、やっぱり。こっちちょっと打って1万円ぐらい打って、あと球の動きを見て、まずそうなら一気当選かな。これはちょっと無視できないな。よし、決まった。今日のプラン。マジか、天竜か。決めんの早いな。え、そんな履歴いいのかな。あ、まあなんかでも人の履歴見んの下品だからやめとこ。3回癖良さそうだな。なんだ、いやいや、なんだ、もう天竜ですか。もうこれと心中ですか。そんなこと君には関係ないだろう。いや、対戦相手なんですよ。あ、そう、関係はあるんですよ。ですよね、関係はあるんですよ、はい、急に大声張り上げたと思ったらどうですか、一緒に。いや、殴り合いますか、天竜で。これね、両方ともなんか振り分け率いい感じなんだよね。そうなんですよね。俺と天竜勝負して、液晶デジパチファンの視聴者さんみんながっかりするっていうのはどう。裏切りますか、あえて裏切りますか。いや、でも実際今日何やるプランなの。いや、刑事とかもう普通に打とうと思ったんですけど、パチマガさんが好きなあやつだ。いいよいいよ、一生懸命ね、演出とか信頼度とか喋っちゃって、ここで赤が出れば出ないみたいなね、あやつだ。頑張って、はい、頑張って、はい、いや本当でもね。いや、マジどうしようかな。なくもないんだよな。いや、でも待て、いや、怖いとかじゃないんだよ。危ない。あのね、チェロさんのペースに飲まれたら終わりなんですよ。もうここはもう己との戦い。あれ、ダメだよ、ダメ。よっしゃ、行こうか。国内を代表する天竜プレイヤーとしましては、まあこれ最初の1万円大事ですね。球の動きをよく見て、ボリュームは1ね。天竜はですね、これでボリューム調整を自在にできるようになって初めて、検定1級だからね。今度ね、ね、はい、ボリューム1。さあ行こうか。一方、お目当ての花のケージを吟味中のアシロギですが、21にあれば。なんだか表情が冴えません。天竜かも。いや、それどうなんだ。いや、もう天竜が一番もういい気がしてきたよ、俺も。迷えるアシロギ、店内を一周し、やってきたのはアマデジコーナーでした。俺って小さい男ですね。まずちょっとリングを試そうかなと思います。いたしかたなく、不本意ながらといった感じでしょうか。リングのアマデジからスタートです。はい、ということでね、決勝戦、選んだ台が、まさかのアマデジのリングというね。まあこれでちょっとね、状況を見てまずこれを試したいなと思いましたんで、これがダメなら僕は、チェロさんと天竜で殴り合います。行きましょう。でも私も裏で豚って呼んでますよ。さあ、天竜からスタートしたチェロスですが、やっと来た1個目。動きを見ましょうね。
綺麗だよねやっぱり。そして2段目だけど、うん、やっぱりね、寝かせが結構台が後ろに倒れてると思う。1段目と多分3段目は相当いいと思いますけど、2段目が若干不安で、まあ、ちょっとこの抜けが不安なんで、もし一気当選まだ空いてれば移動してもいいかな。空いてる。さて、こいつがもし、こいつがもしダメだったらもう一回天竜だな。とりあえず2000円ぐらい様子見て考えましょうか。というわけでチェロス一気当選で仕切り直しです。実戦スタートから1時間、引き続きリングのアマデジを打つアシロギは、お、これはちゃん、あー両手落下、これは熱い。しかも図柄オーラ金、諦めるの早いから。ついに来たかこれ。オーケー、文字魔界。運命の日、あれでも最強リーチじゃない。あわやばい、あー出ちゃう。これはもらった、これは大丈夫、よかった。本日最初のビッグチャンスを確実に仕留めました。先生のゴール昇格はなりませんが、もちろん確変大当たり。投資金額は6000円でした。よかった。さあ継続率およそ 70% の ST 確変、ここでできるだけリードを広げておきたいところでしたが、ここでする枯れるのまずい。なんと何事も起こらぬまま一気に駆け抜けてしまいました。この決勝の舞台で幸先よく先制のゴールを決めたものの単発終了です。まあ、ただ全然、周りは悪くないんで、続行はします。チェロさん当たってない、当たってる、当たってない、大丈夫、一応見とく。え、いないじゃん、嘘でしょ、聞いてないよ。あ、ひどい、すぐやめてんじゃん天竜。うわ出たよ、あ一気当選打ってるでしょあれ。あ思った感じじゃなかったのかな天竜。見られてる、見られてる。なんか怪しい人に狙われた OL の気持ちになりました今。怖い、怖いって今思いました。1万1500円で214、やめるか、足らないな。隣のがいいんちゃうかな、むしろこっちのがいいかもな。というわけでチェロス左隣の一気当選、まっさらな59番台へ移動です。さっきから緑振りがことごとく弱いんだよ。現在リードするアシロギですが、すでに持ち玉はありません。アマデジだけに投資金額はできるだけ抑えたいところですが、セナサミどうしたのかしら。こっちが聞きたいけど、メール見せられて、嘘です。あ、でも全部光ったな。この演出、これこんななんか続いた覚えないんだけどな。
こんな長く続いたことねえと思ったら、やっぱ暑かった。いやここ仕留めたいぞ。白、おい藤丸くん出ました。アタック藤丸くん、もちろん大当たり濃厚プレミアムです。はい、やりました白身、本日2本目のゴール。よし、オッケー、よし、よろしい。 ST 終了後90回転、追加投資は2500円でした。さあ今度こそ連チャンを伸ばすことができるでしょうか。実戦スタートから2時間が経過しました。ここまで依然ノーゴールのチェロス。いやしかし本当球の流れがちょっとずれるとね変わる台ですよね。これすごいゲージだな。こんなにムラが出るのはちょっとな、困るよな。現在決勝戦で5連敗中のチェロス、前半戦強制終了だけは何としても避けたいところですが、ビーチ言うだけど、いやいや、こういうやつなんだよ、ほんとこういうやつなんだよ、びっくりしたわ。いやここがねすごいとこなんだよ。天才がやることわからんよ、高尾の天才がやることはすごい台でしょ。びっくりしましたよねマジで。でも投資は2万円。いやいやすげえな。さあ120回転の ST 各編覇王バトルモードに突入です。ライバルがアマデジを打っているだけにここで一気に追いつき追い越したいところですが、どうしたんでしょう、ハンドルから手を離してしまったようですが大丈夫でしょうか。 76.7分の1、引かないとね、あと29回転、流れを変えないとこのまま終わらしては絶対いけないです。ここで駆け抜けは絶対やばいです。むしろ自分を見失う可能性すらあります。ちょっと尿を垂れてきます。ベロン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 、満を持して尿、満時尿を。引けるかな、引かないとな。いや今日の勝負の分かれ目ですよ、ここで引けるかどうか。マジで引けたら勝てるかもしれないとさえ思うぐらい、おそらく引ければそこそこ続くと思う。この後もすげえ勝負の分かれ目だ。よし、こう絶対引きたい。よここだけは。頼む、ランス寄ってきてくれ、俺に当たりランス。にょう、あ、
なたのチェロス全身全霊を込め右打ち再開です。さてそんな中足ロギはよし、一応ね11連ですけど、まあ出玉ありは9回ということで4500個ぐらいのね出玉、なんとかゲットしたんですけど、ちょっとね ST 中の玉笛を狙って打ってはいるんですけど、ちょっとあんまりよろしい感じじゃないんで、ちょっとチェロさんの様子見がてらちょっと台ももう一回改めに行こうかと思います。まあでもラッキーですね、11連はラッキー。なんかアマネジどうもお疲れ様です。お疲れ様でございます。どうしました、どうしたんですか。死んだ顔してるじゃないですか。もう2万5000円使っちゃったんですか。まあ、死にたくなるようなことが起こったということですよ。死にたくなるよ。君なんかあれだね、はい、こちょこちょね出してたね。こちょこちょ、はい、見たよ。俺はさっき尿を垂れに行った時にね、見られたなってのは分かってましたけども、参ったな。ちなみに玉は玉当たってない。引くのいや今それを見に行こうと思ったんですよ。あ、まあ見るまでもないよ。見るまでもないですか。楽しく君は打ってればいいんだよ。本当ですか。うん、ちょっと 先回りして弾あるかだけ見てこい。ダメだ、あの人ね、ああやってペースをかき乱されるから。あれ、あーやばいやばいやばい。恥ずかしめに来たのか。いや恥ずかしめに来たのか。いや、なかなかに作詞でいらっしゃるんで、もしかしたら僕を、襟直していただいて、あーすいません、あーすいません。これがあれ、もう今あれ、いや、ある弾あるじゃないですか。いや、何の法要。頑張ってください。全然話さないんだけどこの人。なんで、ちょっと待ってちょっと待って、チェロさんどうしたんですか。いや、やめろよ。さ、頑張ろう。情緒不安定なんですか。はい、もうね、普通ではいられない状態になってるんですよ。本当に。情緒不安定なんですか。実戦スタートから3時間が経過しました。ST 終了後28回転で本日3回目の初当たりを引いていた足ロギはわずか2連チャンで終了となりましたが、16ラウンドを引いたおかげで2106魂をゲット。まあ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  OK でしょう。これで現時点の持ち玉は6000個オーバー。じりじりとリードを広げています。さて一方のチェロスはすでに持ち玉を飲まれ追加投資中。あー、もう1000円10回しか回らなくても10回転目に当たれよ。トニー、もういいじゃん確率とかさ。もうそんなもんにとらわれるなよ。本当にもう世界を狂わせればいいんだよ。もう確率とか無視してさ、なんでもいいから当たれよ。もうさ、いいんだよ、1000円10回転でもいいんだよ、当たればよ、当たれな。もう 今までさ、このパチンコ人生ずっとボーダーラインボーダーラインっつって打ってきましたよ。もういいよそんなもん。何がボーダーだ、10回転で当てないんだよ毎日毎日な。たまたま当たればいいんだよ。完全に情緒不安定、メンタル崩壊寸前のチェロス、前半戦を乗り切るためにもここでなんとか大当たりをつかみ取りたいところ。いやもう意味ねえなこれそういう台だよな。
おお、プラチナゼブラ、むっちゃ熱い、激アツ柄出たわ。この展開からだよ、マジわかんないでしょこれ。いやこれは当てたいな、プラチナゼブラ。おーりゃー、決まった。わしゃー、わけわかんない台でしょ、こういうところ最高よ。チェロスのメンタル、起死回生のゴール決まった。よし、追加投資は3000円でした。もうワンチャンス来たぞ。持ち球が飲まれてからは3000円の追加投資ですね。かなり早かったんで、神様はまだ俺を見捨ててないかな。ハーフタイム。はい、ここで前半戦終了ということでございまして、まあ回転率も良くて、で、まあ、出玉も5000個ぐらいあるはあるんですけど、どうやらね、今チェロさんが連チャン中らしいんで、ちょっとその状況次第では後半戦移動もあるかもしれませんが、まだとりあえずリング粘る感じでいきたいと思いますんで、後半戦も頑張りたいと思います。チェロスが連チャンを3に伸ばしたところで前半戦終了。情緒も安定し、追撃態勢は整いました。僅差の決勝戦、全く予断を許さぬ状況です。さあ、前半戦が終了いたしました、はい、ロギッチはどうなん結局、あれからあれから、もうちょい出玉が増えまして、今5000個ぐらいになりました。4500ぐらいから500個ぐらい増えました。空気読まないね、僕いつの間にロギッチになったんですか。いやちょっとたまごっちみたいになっちゃいましたけど、流してくれるかなと思ったんですけど、拾っちゃった拾っちゃった。いやいいんですよいいんですよ、拾っちゃった。まあでもね、本当俺も一時はね、もう情緒がクラクラしてきてね、急に抱きつかれましたからね、うん、なんかもうね、女だったらほぼ毎日ガゼットばっかり聞いてたと思うくらい情緒不安定になったんですけど、なんとか今ね、そう当たって一応 ST でね、まだここからですわ。丸々残ってます、ほぼ丸々。うわー、もう、うん、もう僕ずっとここ2戦追いかけてたんですよ。ああそうだよね、前半戦リードされて、はい、おいね、ずっと追ってたんですけど、今逃げる立場なんでね、うん、逃げ方が分かりません。あ、そう、まあ、借金からの逃げ方っていうのはまあちょっと心得てはいるところではあるんですけど、分かりませんだけど分かりました、勝ち方、逃げ方が分かりません。そうですか、まあ、ちょっとじゃあね、いつもと違うね。そうなんですよ、流れにやり方がね、分からない、逃げ方が分からない。あ、そうですか、どうすればいいですかねどうすればいいですかね、こっちが聞きたいですよね次回のサイチセブンカップは決勝戦、アナタウンチェロス VS アシロギジンの後半戦、狂気のヒップホップパチンカーと豚足の借金王、悶絶フィッシュのファイヤー、衝撃の結末を Don't miss it。人気テレビ番組が YouTube で見れる、充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信、ウイチとヒカルの面白いテレビ、毎週木曜配信、魚拓ガルセの土とすっぽんぽん、毎週金曜配信、どうにか貧乏家族、さらに第3第4月曜サイトセブンカップの最新大会を配信YouTube オリジナル番組未公開シーンも定期で配信予定。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。 サイトセブンカップ。総勢8名のパチンコマスターが賞金10万円、そして己の威信をかけトーナメント方式で優勝を争います。実力と運を兼ね備えた者だけが勝ち残る完全自腹のサダマ勝負、制限時間7時間、
投資上限5万円など、実践ルールはご覧の通りです。佐伯セブンカープ32回目となる今大会にもご覧の豪華な顔ぶれが揃いました。こちらがトーナメントの組み合わせ。今回お送りするのは決勝戦、あなたのチェロス VS 足の擬人の後半戦。まずは前半戦の模様を簡単に振り返りましょう。先制のゴールを挙げたのはリングの雨出地からスタートした足の擬でした。あわやばい、あー出た、これはもらった、これは大丈夫、よかった。133回転6000円の投資で大当たり、よかった。一方、天竜から移動した一騎当選で大苦戦のチェロスでしたが、え、当たった、当たったよ、こういう台だよね、とびっくりした。しかしこれがまさかの単発。いや、何の方よ、頑張ってください。メンタル崩壊寸前のチェロスでしたが、当てたいな、プラチナゼブラ、おーりゃー、決まった、わしゃー、わけわかんない台でしょ、こういうところ最高よ。持ち玉が飲まれてからは3000円の追加投資ですね。かなり早かったんで、神様はまだ俺を見捨ててないかな。チェロスが連チャンを3に伸ばしたところで前半戦終了。情緒も安定し、追撃態勢は整いました。僅差の決勝戦、全く予断を許さぬ状況です。今回戦いの舞台となるのは東京都港区のゴードン品川店。 JR 品川駅高輪口より徒歩30秒のところにあります。パチンコの設置台数は350台、持ち玉大移動、出玉の共有も可能です。最新人気機種はもちろん、1パチも充実のラインナップ。各種情報は当店ホームページでご確認ください。佐伯セブンカープ決勝戦後半戦キックオフ。さあ後半戦になりますが、実はですね、前半戦の最後の ST が115回転目、かなり ST の深いところで当たったんですよね。で、サイトセブンカップマニアの皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。俺が昔よく言ってた ST の深いところで当たった次のST は要注意と、これね、休憩を挟んで流れを変えたんで、次早めに当たってくれればバッチリと思ってます。かつてチェロスはこう言いました。実の母節子の葬式よりも大事な食事休憩明けの ST 確変、即抜けだけは是が非でも避けなければなりません。はい、ということでね、後半戦なんですけども、チェロさんが、まだまだ ST 中ではあるんですけども、とりあえずはリングを打ち続け、チェロさんの様子はちょくちょく見に行って、そろそろ危ないとなれば逆転されるまでとりあえずリングを打とうと思いますんで、後半戦も頑張っていきます。何度かね勝たないといけないんですけどね、あの ST が丸々残ってるの怖いですね、チェロさんが。これはね、ちょいちょい様子見に行かないと。あのスペックなら一気にまくられる可能性ありますからね。お、赤だ。サダ文字赤、お、もう最初から赤。いやーでも、プルプル普通だな。オッケー、金、赤か、いや弱いな、プルプル青は弱いな。うわー、ラインも白い。
まあだからサダモジは完成するとは思うんですけど、エカセ弱いな。ねじれた表情。うわ、渡ってくんねえかな。あーまあ無理か。これで井戸行けば、あ、宿命の時行った。ボール当たんじゃない。頼む、早めに欲しい。オッケー、これはでかい。超早く当たった。ゴール。でかい。ラウンド昇格はなりませんが、後半戦開始からわずか7回転で本日4回目の初当たりをゲットです。さあ後半戦も先を越されてしまったチェロスは、あと50回転。やっぱ深くなってきたよ。引っかかるかな、ランス。当たりランスにギリギリで引っかかってくれよ。体のどっかが引っかかってガクーンってなってね、踏みとどまりたいね。しかしチェロスの願いも虚しく、あれよあれよという間に残りわずか。万事休すでしょうか。終わってしまいました。3連チャンです。私が有権者の皆さんに声を大にして言いたいことは、連チャン中に休憩を取るな、ね、それでございます。超言うとるけどね、保留でね、もう SD は終わってますからね、本当ね。いやこんなもんか。まあでもこの持ち玉でなんとかしないといかんすね。はあ、123回転 ST 終了後3回転目か。チカバチカ当たった。ゴール、一騎打ち決戦、当たった。マジか。 ST 終了後わずか3回転です。いや、しびれた。びっくりしたけど2回目だこれ。生涯言うほど打ち込んでないのに。さあこのバトルを制すれば各編再突入となりますが、敗北、敗北とな。ってことは82% を引けなかったということかな。黄昏モードに突入しましたが、まだ核変の可能性が残されているだけに、なんとか引き戻したいところ。核変状態の場合はもちろん120回転まで電サポが続きますが、さあどうでしょう。さあ時短100回が終わったけど、16ラウンドの当たりが1回ついてきたんでね、ありがたいですよ。これはかなり追い風だと思う。さて一方リードするアシロギは4ラウンドのみの4連チャンで ST を抜けました。よし、これで、あーどうしようかな。1回チェロさん見ます。これで連チャンしてなかったら全然続行します。1回見とこう。2箱下ろしてんな。あーなるほどなるほど、大丈夫です。今3箱だから、だから今多分サダマでちょっと浮いてるぐらいだと思うんですよ。
後半戦スタートから1時間が経過しました。ここでもう一声、もう一声。行った。もう一声来たよ。マジ？え、歌い切ったら当たるよ。おお、びっくりした。でもね、6まで行ってるんで結構熱いと思いますよこれ。おお、プラチナゼブラ。え、これいけるで。プラチナゼブラから出たよ。負けるな。言ってくれますか。嘘でしょ。何それ、プラチナゼブラ出たやん。それはいかんだろう。何やってんの。さて、そんな中 ST 終了後115回転で後半戦2回目の初当たりを引いていたアシロギですが、ここは残念ながら単発で終わってしまいました。うーん、単発か。本日5回目の初当たりにして初の ST 即抜け。現在の持ち玉はご覧の通りです。さあ、そしてここでなんとチェロスが動きます。2箱の持ち玉を残し大移動を決断しました。比較的大きいドル箱ですのでそれなりにあると思いますが、4095個です。はい、4095玉が入ってます。投資が2万3000円なので、天竜が当たれば相当いい勝負になると思います。2回当たれば勝ちかも。というわけでチェロス、朝一に触った天竜の296番台へ出戻りです。タイムリミットまで残り2時間。お得意の天竜で一発逆転を狙うチェロスですが、右側に落ちてる球もほとんどね、もう穴には絡まず右へ行って落ちてるんで、お話にならんわ。怒りさえ覚えてきた。本当に天竜を愛する者として、ちょっともう無理だわ。最後の1個かもしれません。はい。なんやねん、もう。で、入ったらもう1回やりたくなるよね。まあでもないよな、本当に。はい、諦めがつきました。しまった。間に合うかな、まだ。開いてるかな。ただいま、一気と大変帰ってきました。本当ね、結局こういうことになるんですな。まあでも腹は決まりましたよ。今日のもう道はもう迷わない。偵察のお時間です。まだ一気当選打ってんのかな。え、弾がない。一個だけ聞いていいですか。いいよ。弾どこやったんですか。やっぱり、いや、おかしいと思ったんですよ、俺。いや、そういう作戦ですね。
どういう作戦なんですか。いや、相手に球を把握させないという。天竜をどうしても打ちたくてカードに揺れて大移動し、今度こそ諦めて戻ってきたんですよ。こと細かな説明ありがとうございます。俺にどんなドラマがあったのか、はい、あなたにはわからないでしょう。それはすいません、僕オンエア確認しますんで。すいません。ああなるほど。あの最初チェロさんの隣の台よ出てますね。出てる。そうなんだよ。まあ、何にしろ僕が最初座った隣の台出てますよねの一言はいらないよね。いや一応報告みたいな。いるかそんな。一番ムカつく常連のババアが言うやつだろそれ。お前。タイムリミットまで残り90分を切りました。投手はまだ2万3000円だから言うてもね、そこまで絶望的では決してないんですよね。でまあ持ち球がこれで2000発でしょう。まあこんなもんどうせ当たらないでしょう。まあ2000発で何を打つのが正解なのかな。こいつちょっとなんかもう不安なんだよな。当たる気がちょっとしないよな。あと1000発大移動しようかな。いややめようかな。ちょっと足置くんの様子を見に行くか。何にしろ1回。マジか、つらいわ。そんなチェロスに追い打ちをかけるように足ロギはまたまた確変中、じわじわとリードを広げていました。やばいやばいやばい、なんでなんでなんで、ちょっと待ってください。どうしたんすか。まだ当たっとんのかい。また当たりまして、でも結構出玉減らしました。3年後くらい一気に減っちゃいました。頼むよ、俺を幸せにしてくれよ。いや俺も、俺のことも幸せにしてくださいよ。頼むよ。いや俺の方が、俺の方が不幸度高いですよ。いや壁は高いね。そっか。いや俺の方が不幸だからです。俺の方が不幸だからです。いや違うんだよ、あのね、いや確かに今日に限っては、チェロさんの方がこうかもしれませんけど、トータルで見たら ね、まあ、ただ借金200万自分でしたものを果たしてそれ不幸って言うのかっていう、自業自得なんじゃねえかっていう、ね、そんなあっちもそんなあっちもこっちもあっちもこっちも人気者。こいつでやり続けるのはちょっと嫌だな、なんか気持ち的に。結局今日俺これ頑張ってきた一日何だったんだって言いたいんで、新北斗無双へ行こうか。溺れる者は無双をつかむと昔の偉い人が言ったそうです。いや何をやってても勝てばいいんだというイズムで新北斗無双を打ちたいと思いますね。いや本当に最後の1分、いや10秒、いや1秒まで諦めず打てばおのずと奇跡が起こる、それがサイドセブンカップだと思ってますんで、こんなね、なんか逃げの台選びしとってええんかな。これちゃうな、これちゃうぞ、これ俺が打つべき台じゃねえわ。よし、大移動、ラストの。突然、我に返ったかのように席を立ったチェロス、足早に向かった先は、ウシトラでした。結構振り分けいいっぽいよ。やるんじゃねえだろう。
というわけで36番台へ移動、27回転からのスタートです。言うてもまだ45分ありますから、これだけあればブイにもねじ込めるでしょうが、ねじ込めるでしょうが。さてそんな中、リードするアシロギは4ラウンドのみの実質6連チャンで SD を抜けました。一応あれどうしようかな、千代さんの箱だけチラッと見ますか。ちなみに現在の持ち玉は5367個、プラス上皿分です。あれ台変えてる、マジ。あ、後ろ取ったらね、了解です。もう大丈夫でしょう。はい、ということでね、チェロさんが後ろ取ったら打ってんならやめます。僕はもうここで、やめます。やめてチェロさんの結果をね、悠々と待ちたいと思います。結果をお楽しみに。さあ頑張れチェロス。おーか、来た激アツ、もう激アツどころか灼熱、もう信頼度 90% 超え、これは来ると思います。来てもらわないと困る。あ、でも弱い。え、相当弱いけど。まさか、やばい。あー、まあこいつならって感じだな。いい方だな。よし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 、いけそうかな。全滅 OK。 ど真ん中に来いよ、ど真ん中に弾いて来いよ。いい回転しろよ。行ってくれ。あ、バカだれ。やべえ、大の心を聞いたような、最低だったな。あの最低な動きを見た今、こいつにもう入れれないね。最後まで諦めずにやろう。くそー、悔しいわ。1000円の追加投資をしたところで席を立ったチェロス、同じく牛トラの34番台へ。これが本当に最後の最後の大移動です。さあチェロス、タイムリミットまで残りわずか、メイクミラクルなるでしょうか。バイクバイクバイク、わかっ、ラストチャンスだと思う。こいつで赤セリフ出るだろう。あ、出ない。いやいや、でも相当熱いぞ。弱い、全部が弱い、全部チャンスダウンだけど。いや、ちょっとでもな、赤保留は特別だからな。そうそう外れない演出だけど、ウシトラリーチ、獣の槍からの、よっしゃ赤くなった。これはいけるだろう。最後の勝負が来るぞ。まさに最終決戦。よっしゃ、さあ制限時間が来るぞ。そして同時に最終決戦だ。もう行け。開始。うわっ、来い。まだ、うわー。ダーイ
浜出地作戦が功を奏した足の木が終始リードを保ち快勝。なぜか決勝戦で勝てないチェロス、これで泥沼の6連敗となりました。やりました、初優勝でございます。ありがとう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 ございます。いやー、はい、あ、おっと、いやー、すいません、おめでとう。すいません先輩、憧れの人を私はついに倒してしまったと、もう超えてしまった。本当に憧れだったの？憧れてますよ僕は。俺が、ええ、どの辺が？文章が面白い、やってやる。動画も面白い、やるっきゃない。そういうところですね。好きだピンスの匂いがした。よかった、この先輩簡単だった。まあ本当ね。でもさ、俺思ったけど、はい、あなたさ、はい、コミカルな見た目じゃないですか。そうですね。でも、はい、パチンコ硬いね。すいません、今日はもうちょっともうやっぱ10万円っていうのがでかすぎまして、うん、いや本当天竜で殴り合ってもよかったんですけど。いやいや、もう上手だと思うよ俺ね。結構感心しましたよ。本当ですか？分かった、うん、あとね、アシロギジン君なんかもうね、唯一無二の人だよね、パッと見も。まあそうですね、歯もないですから。あ、もうね、でしょ、そこもひっくるめてもうね、10万人の花火大会行っても君を見つける自信があるもん。本当に大曲がりの花火大会とかでも僕全然見つけられちゃいます。すごいね、そういうのってね、価値があると思うんですよ。長渕だってポーンと歌ったらすぐ分かるでしょ。分かりますね。そういうとこあるよね。よし、いいライターだよ。あれ、すごい、褒められっぱなし。ナイスライター、ナイスライター。すいません、ありがとうございます。なんか恐縮でございます、褒めていただいて。ずっとね、ねえ、まあまあ本当に。でもね、結局これで、10万円のね、はい、賞金もゲットということで、はい、早速山ちゃんも前に多分優勝したぞと、まあ、まだね、チェロさんが実践してる短期だったんで、はい、優勝したぞって送ったらですね、うん、すぐ借金返済ってだけ返ってきました。4文字が4文字が4文字熟語が借金返済ってサコーンって返ってきました。そうですか、もう悲しいですけどもね、はい、まあでもこうやってあと19回僕優勝したいんで。そうですよね、はい、言ってましたけども、まあ不可能ではないですよね。いいですけども、僕、はい、本当今日の10万円君、はい、思うんですけど、はい、これほど見事な焼け石に水ってないなって。そうですよね、うん、それでは最後にトーナメント表を確認しておきましょう。初戦で春駆動、準決勝でカブトムシゆかりを下した足の擬人が決勝であなたのチェロスを破り、見事初優勝に輝きました。身長158センチ、体重112キロ、東北岩手が生んだ前代未聞のファットボーイ。2年半のホームレス生活を経験した男が今パチンコ界の頂点に駆け上りました。これぞまさにジャパニーズドリーム。目標の20連覇、借金完済も夢ではありません。サイチセブンカップ新チャンピオン、アシロギジン。